はい、じゃあ今日はこの3台、はい、じゃあ、クラフルームに入ってください。
飲みます。はい、ごめんなさい。めっちゃ苦春夏という花コーナーの憧れて、来る、どうしてコーナー選んだの？コーナーの野球はなんか人生を教えてくれて、まあ、かっこいいこと言う、これ親の多分教えだと思う、まあ、いずれにしてもいいんですよ。野球を通して人生を作っていく、野球を通してまたいろんな勝つことによって、甲子園に出ることによって、甲子園には甲子園の違う教えがありますから、そういう夢はいくつあってもいいんだけど、一番大事なのはどっしりと落ち着いて、今やるべきことをしっかりと分かって、取り残しのない日、取り残しのない練習技術、こういったことに気がつけば大人なんだけども、これはゴミを拾うのと一緒なんです。散歩してゴミを落ちていた、今やらなきゃいけないのは拾うこと、中には矛盾を感じて、なんで人が伏せたタバコを、あるいは公園散らかした缶ビールの後始末を、なんで僕らがやらなきゃいけないというふうにちょっとした疑問を持つのもいる。だけど大人だろうが野球選手だろうが子供だろうが、みんなエラーするよと。そのエラーを知らんぷりしてたら、もうランナー二塁三塁どんどん行っちゃうよと。やっぱりいち早くカバーリングするから、ことはそこで終わるでしょうと。ゴミ拾いはカバーリングだぞと。次歩いてくる人のが気持ちよく歩くためのカバーリングだよと。そういうふうに教えれば、人生と野球と、あ、共通してんだなっていうこと。野球の道、人生の道、あるいは社会人としての道、いっぱいあるからね。その道を堂々と歩いてほしいと。ただ勝利主義、勝ち主義だけになっちゃうと、甲子園でもいろいろ、神宮でもいろいろあるけど、やっぱり2時間半は死に物狂いで戦い抜いて、だけど横に並んだらもう心の握手して終わりっていう気持ちになってなるような選手を育ててほしいね。
コーナーに入った理由として、野球の実力っていうか技術だけではなくて、こう精神的なもの、社会に出ても通用するようなことだったりを磨けるっていうことでこう決心しました。1年入学した時はまあ自分もだったんですけど、こうまとめる人っていうかリーダーがちょっと少ない感じで、こう人前で発言することがこう少ない学年だったんですけど、まあ今はこうチーム内でミーティングだったりをしたら、こうみんなが手を挙げてこうした方がいいんじゃないかだったり、まあもっとこうしとけばもう防げたんじゃないかとかだったり、こうみんなが一人一人がこう発言するようになってて、でその発言をこう素直に受け入れる雰囲気がちょっとできてきてて、まあ、それが成長してるのかなというふうに思います。違う。
僕らの201です。真面目な部分は、まあ、あるんですけど、やっぱりしっかり明るい場面は明るく、しっかりメリハリのついたチームだと自分は思います。厳しい面はあると思うんですけど、その、まあ、起床時間だったりも早いですし、消灯時間とか時間の決まりのルールは厳しいんですけど、そこがしっかりこの今後 寮から出たというか、将来に出た時にメリハリのついた人間というか、しっかり周りを引っ張れるような説得力のある人間になれるかなというふうに自分は思います。トイレのスリッパ、部屋のスリッパを並べて、消灯の準備をしてください。僕の前消灯です。お疲れ様です。おやすみ。8人で近く作ってこい。10メートル近く。